日ペイジー口座振替受付サービスが始まります。ペイジーって何？ペイジー？ペイジーって何？教えておじいさん。いやおじさん、ペーターン。いやいや、ペイジーだからペイジー。今日の探しテレビはペイジー口座振替受付サービスの話題です。ご案内は探し保険年金課の北村さんと古川さんです。お願いいたします。お願いします。最初にペイジー口座振替のペイジーとは？英語のペイイージーのことで、届出書の記入が簡単、通帳や届出印も不要なんです。私おっちょこちょいなので。これは届出印と違いますね。これだと思ったんですけど。違いますね。なんてことがよくあるから便利。佐賀市では国民健康保険税の口座振替受付サービスを開始します。手続きに必要なものは？運転免許証など本人確認ができるものと、本人名義のゆうちょ銀行や佐賀銀行、佐賀信用金庫のキャッシュカードが必要です。はい、運転免許証と私名義のキャッシュカード。キャッシュカードを専用端末機にシュッと読み込ませるだけです。では暗証番号をご入力ください。はい、端末機から確認書を発行して終了です。手数料は？もちろん無料です。口座振替をもっと身近に簡単に、10月よりペイジー口座振替受付サービスが始まります。対象税目は国民健康保険税。お問い合わせは 0952-40-7273 まで。10月よりペイジー口座振替が始まります。それペイジーペイジーペイジー。いやそれは武藤平次やろ。探しテレビ。